やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。小泉今日子さんについて占おうと思います。はい、基本的に1日1本か2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録と通知をお願いします。ツイッターでは個人鑑定の受付状況とか、日々のことをつぶやいております。ぜひフォローお願いします。はい、小泉今日子さんといえば最近は、政治についていろいろ発言するっていうイメージ。うん、なんかそれが一番強いな。柴崎コウさんとか、キャリーパミュパミュさんのとかもね、いるけど、その中でも一番、うん、小泉今日子さんはいろいろ発言してるなっていうイメージですね。うん。で、長年お付き合いしていた豊原浩介さん、既婚だったんですけれど、離婚したのかな？うん。その二人のご縁みたいなのを見てみるのと、あと、元旦那さんの永瀬さんまでこう含めて、カバダス秘術ちょっと見てみようと思います。で、小泉さん、政界進出はないってご自身で発言しているんですけれども、共産党を支持してるんですよね。確かね、小泉今日子さん。うん、なんか赤旗とかにも出てるっていうのをなんか記事で見ました。うん、政界進出は本当にいないのかみたいなところちょっと見てみようかと思います。ちょっとだけニュースを読みますね。これは、小泉今日子、不倫の豊原浩介が離婚しても貫く自分流、批判を受けても変えられない生き方みたいな、ちょっとね、強めなタイトルで書かれておりますが、俳優の豊原浩介55歳が去年、一般人の妻と離婚していたという発売中の女性セブンが報じている。豊原といえば離婚前から小泉今日子との交際が伝えられてきたが、言ってみれば不倫であるにもかかわらず二人はその関係性を貫いている。それが小泉流な生き方なのか。で、女性セブンによると、豊原と11歳年下の妻は、1998年に結婚して、子宝にも恵まれたが、2015年に小泉さんとの交際が講じられた時期から、豊原は家族と別居している。そして去年離婚は成立したという、同氏の直撃に豊原は円満離婚を主張したという。で、小泉さんは現在豊原さんたちと立ち上げた新世界合同会社や自身が代表を務めるあさってでプロデューサーとして活動しており、ほぼ裏方的な立ち位置にいます。裏方やってるんだね。うん。豊原との関係性は保ちながらも、自立したクリエイティブな女性として立ち位置を見せることで、いわゆる不倫関係を意識させないような活動ぶりです。と、週刊誌記者。はい。というニュースでございますけれども。はい。最近なんか演技の方、女優業の方で見ないなぁと思ってたら、そういうこと、裏方をしてるんですね、プロデューサー業とか。私、キョンキョンの演技がすごい好きなんだけど、個人的には。なんかすごい素敵な作品とかいっぱいあったよね。小泉今日子さんはそう、演技させたら超引き込まれて、すごい好きだったんだけどな、そうか、と思って今知ったわ。そうか、そうか、はい。ちょっとカバダス秘術見てみますと、ねえ、ザ・政治家みたいな、1と4。この、1と4の組み合わせ。この組み合わせはね、政治家向き。私が言っている数字なんですけれども。うん、できる政治家に多い。政治家どうですかね、政界進出しないって言ってるけど、むちゃくちゃ政治家には向いてる数字ですよ。1、4っていう、この、両方持ってるのは。はい。1は王様タイプです。我が道を行く王様タイプ。リーダーですね。リーダー気質で。まあ、悪いところが出ると我がままさ、傲慢さに注意っていう数字で。4は真面目です。真面目で正義感強いです。で、努力家です。コツコツ何かを積み上げて形にしていくみたいなのが得意ですね。うん、そうね。なんか政治発言が多いのはこの、そうだな。4のこの真面目さもそうだし。まあ、そうね。1、4、両方。兼ね備えてるから、うん、なんかわかる気がする。そういう発言が多くなってしまうのは。なるほど、なるほど。そして、お相手の豊原さんも王様でした。あのですね、王様同士、リーダーなんですね、1っていうのは。で、ちなみに永瀬さんも一緒にいちゃいますよ。永瀬さんの8もリーダーなんですよ。1と8みたいな強い数字が同じ家庭内にね、いる、夫婦としていると、リーダー二人ってぶつかるじゃないですか、やっぱり。今日、
ちょうどアップしたのは、明石家さんまさんの、と、大竹しのぶさんの家庭、元家庭だけど、両方1位だったんですよ。で、ああ、なるほどって思って、それはぶつかるなって言った矢先に、またこの王様とリーダーと、このね、三の戦士が、こう見えてるかな、永瀬さんの戦士。うん、続出するっていうね、見えてる。うん、そうだな。で、永瀬さん、外側が6でしょ。これ愛情深い。おせっかいと、いや、親切の区別をつかないと、こう、愛憎劇に繰り広げてしまう。そういうのに注意な6さんですけれども、86の永瀬さんとダメだったなら、このね、リーダー同士がぶつかってダメだったなら、豊原さんともなんか同じことにならないかな、同じ、また王様だよっていうのがすごい気になるんですよね、いちいち。どうかな？恋愛としては、うん、同じ気質で、あって気があって楽しいねって、うん、似た者同士なのでなるかもしれないけど、ちなみに4と7もちょっと似てます。うん、なので恋愛してる時には、うん、一同士楽しいね、気が合うねみたいな感じだけど、いざこう彼が離婚してどっぷりこうパートナーみたいな感じになると、ぶつかり合わないかなっていうのは心配だけれど、まあ大きなお世話であることを願います。豊原さんのペルソナ7はストイックな求道者です。気持ちとか感情とかを外に表しません。本音を言わない、そういう感じですね。4と7はどっちもコツコツ何か追求するみたいなところで似てますね。そんな感じでカバダス秘術です。はい、では、小泉さんと豊原さんのご縁。このね、まあ、なんか別に結婚にはこだわらないような気がするけどな、お二人ともね、離婚を経験されたってことで、なんか一回離婚を経験すると、またの結婚には慎重になりますよね。で、そしてお二人ともね、もう、なんだろう。これから子供が欲しいんだとか言うのであればさ、なんか入籍して、なんかね、子供の席がとか、こうさ、必要になるかもしれないけど、そうでもないとするとさ、結婚するメリットみたいなのは、そんな、どうなんだろうね。わかんないけど、まあ人による考え方だろうけど、うん、なんかその辺、なんか土台なのかなみたいな。うん、結婚別にそんなに、ね、どう思ってんのかなって思って、私の勝手な想像では結婚にこだわりないような人なのかなっていう印象だけど、はい、ズバッと出ました。なんか将来のとこに悪いカードが出ちゃった。なんだろう、こっちが小泉今日子さんで、こっちが豊原さんで、ね、過去の小泉さんの方に世界を背景に死神。会を別れたりしたのかな？なんか、結構長いでしょ？ 1995 年からとか言ってたよね。その中でなんか彼が、相手のね、豊原さんが変わらないこと、うん、もうなんか変わらないんだとか、なんか今の関係性のまま、このままなんだな、みたいな感じに絶望感感じて、別れたとか、なんかそんなことは一回あるかもしれないね。で、現在は力のカードなので、うん、なんか、小泉さんの方がぐいぐい引っ張っていって、良い関係なんじゃないでしょうか。でも、将来のとこに女帝を背景に、タワー、関係の清算、必要とされる崩壊。なんだろう。で、豊原さんの方の将来にも太陽の逆が出てるの、皇帝。で、二人ともさ、この背景にさ、皇帝と女帝が出てるんですよ。もしかして、結婚を選ぶのかな？ね、皇帝とか女帝出ると、ね、一家の主とか、奥、ね、妻になるみたいな関係を選ぶがゆえに、なんか悪いことになるみたいな。結構な、ね、先の話にはなりそうだけれど、ね、一回結婚して、それがちょっとうまくいかなかったってなると、何年スパンの話かもしれないけど、そういうことになるかもね。結婚するかもね、じゃあ。皇帝と女帝が両方に出たらそうかもな。豊原さんの方はもう過去も戦車だし、現在もマジシャンだから、もう一緒にいると楽しいし、
なんかね、アイディア、イマジネーションが湧いてきて、創造性、創作意欲、なんかそういうのが湧いてくるんだよ、みたいな。うん、とてもいい関係だね。で、お二人のご縁が、鳳凰なんですね。マナー、モダル、なんか落ち着いた信頼関係のある、いい縁ですね。で、対策注意点、運命の輪、うん、これはチャンスをつかむとかね、一時的な幸運とか、なんか、ね、歯車がピタってこう合う時があるから、それをつかめみたいな、そういうカードではあるけれど、なんか仕事とか、そういうのがなんか順調なら、どこまでもうまくいきそうな感じはするけれど、たったこの将来、多分結婚するのかなって思った。皇帝と女帝。結婚、なんかね、この法律的な結婚じゃなくても、事実婚的な、ね、まあ、籍は入れなくとも、まあ、ほぼ夫婦だよみたいなことにはなるけど、それにより良くないことが起きるかも。だから、恋人のままの方が、玉木としてはおすすめかなとは思うけど、うん、まあね、それも、まあ、ご本人たちの、ね、したいように、これはちょっと個人鑑定じゃないので、個人鑑定だったら恋人のままの方がいいんじゃないとか言うけど、これは勝手に占ってるだけなので、本当に、まあ、大きなお世話なので、恋人のままの方がいいよとかもう届かない声を言ってもしょうがないんだけれど、それを言うと、すべての占いでね、このチャンネル自体が成り立たなかったので、そうね、まあ、結婚するかな。そしてあんまり良くないことになるかもしれない。はい、じゃあ、小泉さんは本当に政界進出しないのかしら。はい。政治家になるつもりはありますか？あ、新しいチャレンジとしてこれは興味はありそうだよ。うん。興味はありそう。ちょっと やってみたらどうなるのかしらみたいな。それはね、可能性としてこれは結構ありそうな気がする。フールでしょ？全く新しいチャレンジ、挑戦、旅立ち。対策注意点、運命の輪。うん、なんかチャンスがあったらやってみてもいいんじゃないでしょうかね。とにかくカバラ数秘術の性格、数字がね、政治家向きなんですよ、本当に。いいかもしれない。はい。小泉京子さんが政治家になったら、もしもね、もしも、本当にもう勝手な妄想で申し訳ないんだけれど、小泉京子さんがもしも、万が一政治家になったら、どんな感じになるのかしら。あ、ちょっと、ペラッと押したのは太陽だった。よいしょ。はい、ズバッと出ました。短期的に見ると、おー、すごいいいじゃんって思ったんだけど、長期的に見ると、総合的に見ると、ちょっと結果が出ないかな。うん、目標達成できないかなっていう、うん、残念な感じが出た。うん、ただ短期的な、この辺はいいね。うん、もし政治家になったら、女帝を背景に死神の逆で、近い将来が悪魔の逆。なんかね、これ出るとしたら、共産党で、合ってんのかな？どうだろう？なんかその党の悪いものとか古いもね、もしくは政治全般の古い悪いものをこう一掃して新しくこう生まれ変わるような新しい風となって、うん、なんかすごい良さそうよね。死神の逆も悪魔の逆もなんか悪者たちとかなんか古い、なんかね、ごたごた政治のごたごた昔からあるような、こう泥臭いものをこう全部こう明るみに出して、これはどうなんですかってこう、バーンってこう、突きつけるような、なんか、そういうはっきりしたことをしそうだなっていう、うん、感じがする。で、政治家になったら立場としてはいいんだよな。なんか努力もしそうだし、合ってる、うん、合ってるんだけど、環境は皇帝の逆。なんだろう。その政党のトップに気に入られないとか、その辺かな、どうかな。で、可能性が審判の逆でしょ？最終結論太陽の逆なので、この辺はもう結果がちょっと出せないっていうカードですね。最初はこの辺いいんだけど、ね、悪いものをこう、明るみに出して、お、すごい、なんか、強めの、なんか、何かクリアにしてくれる人が登場したみたいな、パーッとこう、明るい感じが一瞬あるけど、ちょっ
と、結果としては、なんかないかなっていう感じがする。対策注意点、恋人なので、まあね、周りと仲良くやれよっていう。うん。まあ、独裁的にはまあできないよ、最初ね。そうよね。うん。なんだろう、自分勝手でこう一人で動くんじゃなくて、周りと協力して連携しながら、まあ、ほうれん草よね。報告、相談、連絡をこう密にしながら、自分勝手にやるんじゃなくて、周りと仲良くやると、ちょっと結果も出るんじゃないかしらって思った。うん。はい。そんなところです。小泉今日子さんについて占ってみました。いかがだったでしょうか。いや、本当に小泉今日子さんの演技好きだったんだけどな。ま、なんかまた出ないかなーって、のんびり思ってたんだけど。もう裏方なのかと思って、ちょっと軽くショックだったわ。はい。では、じゃんけんいきます。玉木じゃんけん、じゃんけん、ぽい、グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。